石狩灯台は北海道石狩市浜町に立つ高さ約13.5メートルの灯台である。石狩川川口砂岸に位置する。明治時代に建てられた保存灯台の一基であり、現存する北海道最古の灯台である。初天灯は1892年1月1日。北海道町により内陸部への水運のために重要な航路であった石狩川の河口に建設された。 当初の灯台は木造六角形で白黒二色であり、使用された灯台レンズは三面一層の形状であった。1908年には鉄造円形に建て替えられ、外観も白一色となった。これに伴い、陶器はバビエー製の第六等先行レンズに更新された。このレンズは電化される1965年まで使用された。1957年、 日本におけるカラー映画の先駆けである、喜びも悲しみも、幾歳月の舞台となった際、スクリーン映えがするように配色が赤白2色に塗り替えられ、以来それが続いている。転倒後125年目を迎えた2017年の改修の際にも、それまでと同様の赤白の縞模様に再塗装された。1965年に灯台は無人化された。その後、 1999年には保全のため、14メートル海岸側に移設され再点灯している。また、陶器は現在、LBM30 型を使用する。浜名須の丘公園ビジターセンター海抜約4.7メートルに立つ。当初の立地は、石狩川川口の先端部分であったが、建造より100年以上が経過するうちに、石狩川の運ぶ砂と日本海からの強風や、 沿岸流により川口の差しが発達したため、現在の灯台の位置は、川口の先端からおよそ 1km 離れている。その灯台周辺の約46ヘクタールが浜那須の丘公園として整備されており、そのうち16.5ヘクタールが石狩市海浜植物保護地区に指定され、灯台の近隣には浜那須の丘公園ビジターセンターが設置されている。ありがとうございます。